僕は弦がいつもこうやって後ろ向いて指をくわえて、どうせあっちに行ってもこっちに行ってもニッチもサッチも誰かの影に隠れたままなんでしょう。僕は椅子に座ったままです。あらどうも助かりました。見て見ぬふりふり、ああ最近の若者たちはなんてよく聞きますけれど、何を隠そう私こそがその最たる例なのです。怖い怖い他人の心の奥底、いないいないいない誰の目にもないない。僕は元気こうやって後ろ指さされて笑われて、そんな行ったり来たりの人生なんて日の光を浴びないから何度影風にするんだ。寂しがり屋の僕の口癖、あいつみたいになんてなれないよ。ほら君と僕の距離がまた開いて追いつけないんだ。孤独な夜を何度も明かした部屋の隅っこ、ポツンと咲く花に勇気をもらった。君の心の中覗いて忘れ物を見つけました。僕は喜怒哀楽の感情が足りない不完全な存在です。明日また太陽を昇って陰と陽の境界で汚いやっぱ逃げ続けるだけの人生なんでしょ。なりすまし弦が